もうほんまに全員が頑張らないといけない。一致団結エイム魂、エイム玉、ここタイマン、タイマンしていく。いやいやここエイムが神かかって、エイムさん、エイムさん、はい、ということで僕なんでございますが、こちらご覧ください。スプラ3武器ルーレットランダム表示ということでね、まあこのような面白いサイトがあるということなんで、本日はね、このルーレットで出てきた武器を使っていこうかなと思います。でららららら、ポン、ポン、ケロビン52965。はい、ということで僕なんでございますが、まあ大体ね、新しく追加された武器は使ったかなと。いうことなんで、本日からね、まあ、いろんな武器を使いたいという欲をね、抑えれないということなんでね、もうルーレットで出てきた武器をね、がっつりと極めていこうかなと、思った面持ちなんで、よろしくお願いいたしますと。言った感じでね、ケルビン56922をね、持ってきたわけなんでございますが、この武器ね、個人的にはもう最強クラスのメイン性能を誇ってるんじゃないかなって、思ったり思わんかったり、ラジバンダリと、言った感じなんで、まあ、見てていただけたらなと思った感じではあるんですが、今ちょっとね、大阪万博に向けてミャクミャク様がこちらに攻撃を仕掛けてきてるんですけども、丁寧に落ち着いてシールド等々を置きながらね、シールド等々を置きながら相手に対してこっち牽制をね、入れ込んでいってキル取っていったと思ったスプリンクラーですね。スプリンクラー壊して喜んでるのはもう僕だけでしょうね。でまた壊して喜んでるのは僕だけでしょうね。で丁寧にちょっとね、相手のムービング見ながらですよね、見ながらね、ぼちぼち前に詰めるというよりかは、まあ射程を生かしたムービングをね、していきたいなと思いますね。わざわざ拳銃持ってるのに突っ込んでくるやつなんておらへんのと同等、ちょっと待って、一回ナイス玉で僕の舌をチルさせていく。これ大事。なんかよく何言ってるか分からなくなってたんで今。で、ここしっかりとキル取ってきて素晴らしい。で、スライドに関してですよね。スライドしないのって話なんですけど、スライドするとね、エイムがブレると。で、ただでさえブレてるエイムなんだからちょっとやめてねってなるからね。ここは一旦チルしていくと。そういったムービングですよね。で、今僕ガチアサリを持っててね、ありとあらゆる人から見られてる状態なんですよね。僕の逆、待って。おいー、なんかちょっと待って、切断してるやつおらへん。このタイミングで。僕がキルしたにもかかわらず、ねえ、ちょっと待って。このタイミングで切断してるやつおらへん。ちょっと、この、しかも、竜宮ターミナルですよね、これ。竜宮ターミナルのさ、ガチヤグラの位置、ガチアサリの位置がどこかわからないんで、ちょっとそこだけ気にかけながら、で、人数不利なんで、無茶せずにね、無茶せずに、ちょっとがっつりと攻められないムービングをしていきたいなって、ナイスナイスナイス、思いますね。で、ここしっかりと丁寧に。待て待て、まだ一人倒したぐらいで喜んだらあかんね、みんな。一人倒してもまだまだやから、で、これ逆に三人が向こうにおるということは、こっちが、待て待て、ここタイマンして、しっかりタイマンして、うまくね、ちょっと待って、ケルビン56223使い、僕はもしかしてよもやよもやので、これ上に投げといて味方が拾ってくれたらみたいな展開。あー、まあまあまあ、ちょっと厳しかったか。まあそもそも人数不利で後ろにリッターっていう状態なんでね、リッターが全員ブチ56するか、僕が全員ブチ56するか、スプラシューターが全員ブチ56するかみたいな、そういう展開ではあるんですよ。だからもうほんまに全員が頑張らないといけない。一致団結エイム魂、エイム玉、逆に考えて、うまくない。うん。3対4でこんだけ耐えてる味方、そして僕、今日なんかエイムめっちゃいい日かもしれん。今宵は100万年に一度、エイムが上振れる日って感じ、完璧。エイムが上振れてる。ただしかし、ちょっとやはり人数不利が、響いているのか、ちょっとピンチではあるんですが、ここしっかりと丁寧にキルしていくことによって、まだチャソスがね、生まれるんじゃないかと、諦めるんじゃないよと、そういうところをね、皆様にお見せできたらなと思うんですよ。やっぱりね、スプラトゥーン見てる人って若い人が多いんでね、最近の若い人って諦めがちやないですか、何があってもさ、もうなんかあったらすぐ諦める。そういう感じやと思うんで、ここでしっかりとね、僕が一石を投じていきたいんですけども、今現在僕一人しか残ってないんで、これ以上入れられるわけにはいかないんで、あ、こちょっとナイスイング玉でね、ケアしていく。素晴らしの森、完璧です。どんだけキルすんねんって感じじゃない？ちょっと上手すぎん？ケルビン56222めちゃめちゃ上手ない？ちょっと待ってくれ。僕これケルビンを使うために生まれてきたんか。それくらい上手くない？パブロなんて捨ててまえよな。パブロも泣いてます。ということでね、しっかりと、まあ、こっから逆転の一手をね、見出していきたいなといった感じなんですが、ケルビン56222のこの強さたるや否や、これね、ナイスイング玉で相手一旦チルさせていくことができる。それやめてね。スライドに刺さるからやめてね。で、こう、もう一人死んだ時点でもうこっちも、人数不利もいいところになっちゃうから、一旦丁寧に、
人数有利を確保するタイミングっていうのを作っていきたい。で、このシールドの使い方って未だによく分かってない。こいつどこでシールド投げてんねんって思ってる方って何人います？この中に。まあ、2億5000人ぐらいいると思うんですけど、もうね、分かってないんですよ、これ。いつ使うかっていうのがね。でも今じゃないか。それって今じゃないって話やん。で、ここしっかりと出ていって、キルを取って、ん？いや、逆に考えてほしい。3対4でノッキングアウトされないどころかさ、この点数差で耐えれてるっていうこと自体がまずすごくない？エイム？全然ノッキングアウトされそうなんですけど、されました。はい。はい、ということで2試合目なんでございますが、ちょっとどうやった？3対4にしては前線しすぎてたし、相当キル取ってましたよね。やれるぞ。うん。僕多分ケルビン56222に相当上手いんちゃうかな。エイムが上振れてただけじゃないかっていうね、声が今届きました。緊急でね、メールが届いたんですけど。まあ、否めない。うん。それに関しては否めない。ちょ、あぶねえ！あれがスプラローラー、スプラシューターやったら死んでましたよ。パブロでも全然死んでた。うん。パブロ転がるまでに時間かかる、うん？転がるまでというか、ね。筆移動になるまで時間かかるんで。だから、ちょっとその辺ですよね、本当に。で、ここ追い詰めたいですよね。フルイド5、あ、一旦ちょっとチルするわ。バレへんように。バレへんように一旦チルして、後ろからトン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 と、よし、届かざること山のことし、で、しっかりと脈々様を体で受け切って、体で受け切って、ここ、タイマンしていく！ちょっと、いやー！いやー！いや、だから馬いって。だから、こう、タイマン1キル取っていって、1対2、ちょっと待って、味方全員死んだ。一旦チルしましょう、ここは。一旦味方が帰ってくるまで、アサリの面倒なと見る。うん。ここはアサリの面倒なと見ながら、ちょっと一旦ね、周り見ていって、相手のムービングしっかり見ていって、味方がアコ倒してくれて、で、その着地に意味はあるのかと問いただしていって、ここしっかりと、局者で相手を追いやると見せかけて帰っていったところに対して僕が、ガチアサリをぶち込んでいきたいっていう意思表示していく。うん。これ、あれ、臓器提供意思表示カード。ここ、ナイス！オッケー、素晴らしい。さあ、協力。動くしっかりと。エイムが上振れている！ちょっと待ってください。さすがにうまい。うん、さすがにエイムがこれ極、強すぎ。あいつ、ウルトラショット4発撃ったやろ。なあ、絶対4発でしたよ。さすがに多すぎた。びっくりする。うん、米田コーヒーぐらい多かったよ。ここしっかりと丁寧にチルしていくと見せかけて、もう死を覚悟していく。うん。死を覚悟していく。大阪万博と一緒ですよね。死を覚悟していく。待て。強すぎ。待て。一旦。おい、肩弱いっていうかコントロールが終わってる。よし。頑張って。よし。いいよ、牽制でいい、牽制でいい。がっつりとこれ威嚇射撃していこう。ガンガン威嚇射撃していって、相手追いやって、で、ここもゴールさせないムービング。もう20点取られたらもう僕びっくりしますよ。で、ここしっかりと、びっくりするだけなんや。引退すると思ったでしょ。引退を言うと思ったでしょ。びっくりするだけなんですよ。そこですよね。アビア！アビアって言いました。それはもう僕の母国語では、チャンネル登録よろしくお願いしますっていう意味なんでね、ぜひしといてくださいと、言ったところで、しっかりとガチアサリをね、作らんと言わんばかりのムービングしながら、やつを抑えんと言わんばかりをするのは、ここエイムが神かかってエイムさんエイムさんえ帰ったエイムさん、このタイミングで。うせろ。え、このタイミングで帰るエイムさんが。うせろ。エイムさんえ、このタイミングで帰るエイムさんが。あ、どういうことちょっと待って、なんとかちょっとひっくり返したい。ここなんとかひっくり返したい。お前、ちょっと待って、今カルピスソーダ死ぬほど煽ってなかった。負けてるで。そんなんしてる暇あんねやったらしっかりとアサリ集めてくれ。お前のせいで負けるぞ。で、丁寧に行こう。落ち着いていこう。うん。今もう、エイム終わってるから、エイムさんがどうやら帰宅したんで、ちょ、小賢しく潜伏しながら、ここ。終わってる。一バレしただけ。ここちょっと一回ナイス玉でチル。ナイス玉でチル。え、投げられへんだけど。あ、これか。初心者かな。で、しっかりと、ここ、エイムさんが帰宅している。もう完全にエイムがおらん。エイムさんがもういません。もう存在しません、エイムさんは。帰っていきました。しかし、まだチャソスが続くと言わんばかりに、ここ、しっかりと、頑張って。ナイス。おらんくなったエイムさんの代わりに味方が頑張ってくれてるわ。うん、ちょっとエイムさんがマジでおらんから、ここほんま丁寧に行きたい。うん、もう、当てられへんやったら立ち回りで、牽制、威嚇、その辺はしっかりできたらなと思いますね。で、しっかりと、
シールド張ることによって相手ちょっと威嚇していく。うん、これもうねルート、ちょっと待って、みんな死んでた、みんな死んでた、みんな死んでたんですけど、ここで威嚇していく。うん、一旦威嚇、一旦威嚇して、これ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 ケアしていく。これをケアしていくのはこの男、笑いのニューウェーブ陣内智則と言わんばかりに、これちょっと絶対ケアしたい、これ絶対ケアしたい、これ絶対ケアしたい。ウルトラショッツル大鉱山やめてね。ちょ待って、エイムさん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 、はい、やっちゃいますやん、やっちゃいますやん。いや、割と当たってましたやん、前半とか。ね。うん。後半やっぱり、エイムさんが帰宅する時間っていうのがありますやん。うん。そこの時間帯と被っちゃったんかなっていうのを感じるんですけど、まあでも一回ね、帰ったんやったらまだまた来てくれるやろと。いうことで、期待を込めて、ちょっと一回ね、ケルビン56222でエイムかまして。エイムかまして。まあ一発目からね、当ててたら、まあキル取れたんちゃうかなと。いう声も多々あるかなと思うんですけども、まだちょっとアジャストしてない。エイムさんがまだ不在やということなんで、しっかりとここ、エイムさんにかまけて。エイムさん、エイムさん、ちょ、まとか、一旦、ちょっと一旦落ちとか、一旦ちょっとエイムさんが終わってるかもしれないなっていうのを感じつつも、おっ、きょ、頑張ってる方、まあまあ頑張ってる方。あのハイディングランディングに対して、キル取れへんのはほんまに終わってるけど、相手も同様にキル取ってないから、冷静に考えたらそうでしょ。僕だけじゃない。でも僕は、ようよう考えて、横にステップしながら打ってるから、有利なじゃんけんを仕掛けてるのに、いや舐めないで、わてくしだってやるときはやるわよと、言わんばかりに、で、しっかりとここ潜伏オブザイヤーをかましつつ、してる場合か？してる場合じゃなかったね。うん、バレてるやん、しかも。しかもバレてるという。で、ここしっかりと、エイムさんが、エイムさん、ちょ、一旦、今の見ました。ガチで終わりエイムってああいうことなんですよ。わかります？ブンブンエイムなんですよね。当たれ当たってくれーで、ブンブン画面振って、ワンチャン当たればいいな、みたいな、そういう、あかんって。まだそんな感じなんで、まあ、一生当たることもないと、言った感じなんですけど、ただまだ負けてないんで、ここしっかりとシールド貼って、有利な打ち合いをしていきたい。トン。おえー当たると思ってなかった。いないよ。スプラトゥーンやってて当たると思ってないって言いながら打つやつあんまおらへんよ。みんな当てるつもりで打ってるからね。うん。当たらへんやろなと思って打ってるやつなんか僕ぐらいですよ、ガチで。で、しっかりと、ここシールド張りながら、相手、射線を切りつつね、視線も切っていくっていう、そういうムービング。で、あいつもうちょっとで倒せる、もうちょっとで倒せる。エイムさえ合えば、エイムさん？ちょ待って。ガチエイムさんか、これ。ガチエイムさんパターンか、これ。よもやの。うん。これ大丈夫か？ナイス。よし。まあ、下から撃ってたからね、届かざること山のごとしといったところか。で、しっかりとこれナイスイング玉で、あいつ、ここしっかり抑え込みつつ、ナイス！で、しっかりと、これ、クルリン、取れない？じゃ、死ぬだけ！まあ、こう、命かけてガチアサリをね、取りに行く様っていうのはもう、さながら、ヒーローでしたよね。かっこよかったよと。言わんばかりの、ちょっと待って、飛ばれてる、ちょっとみんな、ちょっと待って。エイムやわ。やっぱエイムなんだわ。やっぱエイムなんだわ。ちょっと一回ちょっと丁寧にチルしていきたいなと言った桃地なんですけど、でも下におるやつおらへん。下におるやつ、上におるやつはちょっとエイムの加減上無理そうなんで、で、しっかりとここ、丁寧に、ハイディングランディングですよね、あれはね。ハイディングランディングに対して圧力をかけんと言わんばかりのムービングをしたいんですけど、ちょっとエイムが終わってる。一生エイムのことしか言ってない。エイムが終わってる。待て。一旦落ち着いて、で、ここ一回、ナイス玉でね、チルしていく。一旦ナイス玉でチル。うん。で、これ中に入って登場するのは僕と言わんばかりに、こう。オッケー。当たってたね。奇跡的に当たってたね。うん、30発打って1発当たってたね。びっくり、数打ち当たるパターンやな。で、ここ割と、ピンチと見せかけて、あいつ上から行こうとしてるんで、ここしっかりと、1対1の戦いを繰り広げていくのは、はぁ？いや、まだわからん。ちょっと、エイムはもう終わったっぽい。エイムボーナスタイムはもう終わったっぽいから、こっからはもう地の力だけでいかなあかんから、ちょっとみんな応援しといてください。今のうちにちょっとコメントしといて、頑張れーってリアルタイム応援コメントしといてください。うん、それなかったらちょっと、もう泣きますわ。さあ、しかしここ、隅長シーティングと、このシールド、かまけて、ダブルで突っ込むと見せかけて、ダブルで突っ込んでいくんですよね。あ、え？なんかワンチャン歩くね？なんかワンチャン歩くね？なんかワンチャン歩くね？なんかワンチャン生まれてね？なんか死にそうじゃない？僕だけこのフィーバーに乗れてない。僕だけ。でも待ってくださいよ、皆さん。知識武装って言ってるようにね、知識は大事かもしれないんですよ。エイムも大事かもしれない。でも最も大事なのは何ですか？パッションでしょ、パッション。勝ちたいという情熱と気持ちじゃないですか。そこが今勝利を招いてると思いません？
思いませんよね。僕のエイムさえ良ければもう簡単に勝ってましたよね。そうですよね、ごめんなさい。ということでここね、耐えの時間ですよね。ガチ耐えの時間、もうこれ投げたっていうことはこれさえ取らさなければ僕の勝ちということなんで、ここでしっかりとエイムさん、ちょっと待って、えいやー勝ってる、はい、ということで皆さん優秀の美ですよね。突然ルーレットで押し付けられたケルビン56223をね、突如使い始めてこの結果やるやん僕と。ありがとうございました。